イーリスプ JP 振り返りの85回目になります。今回は、評価リストバッファーというセクションからになります。アスターイーデバッグアスターという評価リストバッファーを使って、対話的に式を評価することができます。また、eDebug が表示を更新するたびに自動的に評価される式の評価リストも使えます。で、大文字 E のコマンドは、評価リストバッファー、アスター、E デバッグアスターに切り替えます。で、このコマンドは、すでに、評価リストが、設定されているので一旦これは消します。eDebug を起動した状態で、大文字 E をタイプすると、アスター eDebug アスターというバッファーが、表示されます。で、このアスターイーデバッグアスターバッファーでは、リスプインタラクションモードのコマンドの他に以下の特殊なコマンドが使えます。このバッファーはリスプインタラクションモードと同じ動作をします。で、まず Go to here でここまで、実行します。で、ここで大文字 E をタイプして、eval リストを表示させます。で、ここで、例えば、現在処理中のファイルというのはこのファイル名になりますが、このファイルという変数を評価、ここでコントロール J、 ここでコントロール J をタイプすると、ファイル変数の、内容が表示されます。で、このマニュアル上では、この LFD と書かれてますが、これはコントロール J のことです。
外側の文脈でポイントの前の式を評価し、バッファーに値を挿入します。この、前回もよく出てきましたが、この外側の文脈で評価されます。で、外側の文脈で、ファイルという変数を評価すると、こういう内容になっています。まあ、これは現在処理中のファイル名になっています。で、次の、コントロール X、コントロール E というコマンドは、例えば、このキーという変数、これは今何が設定されているかを見たければ、コントロール X、コントロール E。とタイプすると、このエコーエリアに表示されます。で、次がコントロール C、コントロール U ですが、バッファーの内容から新しい評価リストを作ります。で、まあ、この状態で、コントロール C、コントロール U とやると、まあ、ここに、まあ、こういった行が表示されて、このファイルという変数が、評価リスト、に追加されます。で、次の、コントロール C、コントロール D で、ポイントがある評価リスト群を消去します。ここでコントロール C、コントロール D をやると、この評価リストが削除されます。で、次、コントロール C、コントロール W とやると、現在のストップポイントのソースコードバッファーに戻ります。まあ、例えばこういう状態になっているときに、コントロール C、コントロール W とやると、現在の、ストップポイントにカーソルがある状態で、この E デバッグで、実行しているバッファーが表示されます。LFD やコントロール X、コントロール E で、アスター、スクラッチ、アスター、スクラッチバッファーですね。でのように、評価リストウィンドウの式を評価することができますが、これらは E デバッグの外側の文脈で評価されます。ここでも外側の文脈という言い方が出てきます。あなたが対話的に
入力した式と、その結果は実行を継続したときに失われます。しかし実行が止まるたびに評価をする式を含む評価リストを設定することができます。こうするには、評価リストバッファーの中に単数または複数の評価リスト群を書きます。評価リスト群には単数または複数のリスプ式があります。各群はコメント行で分割されます。コマンドコントロール C コントロール U はバッファーをスキャンして各群の一番目の式を用い評価リストを再構築します。なぜこうするかというと、群の2番目の式は前に評価され表示された値だからです。無限ループになるので、前立てをしたコードを実行する式を付け加えないように注意してください。eDebug への各呼び出しは後ろに現在の値を付けた各式をバッファーに挿入して評価リストの再表示を行います。コメント行も挿入するので各式はそれぞれに群をなします。したがって、バッファーテキストを変えずにコントロール C コントロール U をまた謳歌した場合、評価リストは実質的には変化しません。評価リストの評価でエラーが起きたとき、それが結果であるかのようにエラーメッセージが文字列として表示されます。したがって現在無効な変数を使用する式もデバッグに割り込むことはありません。以下は式をいくつか追加した後の評価リストウィンドウの例です。群を消去するにはポイントを中に持ってきて、コントロール C、コントロール D、コントロール D、コントロール C、コントロール D を謳歌するか、単に群のテキストを消去してから、コントロール C、コントロール U で評価リストを更新するかします。新しい式を評価リストに追加するには、適切な場所に式と新しいコメント行を挿入します。コメント行にダッシュを挿入する必要はありません。内容は関係ありません。そしてコントロール C、コントロール U を謳歌します。
アスター E デバッグアスターを選択した後、コントロール C、コントロール W で、ソースコードバッファーに戻ることができます。アスター E デバッグアスターバッファーは、実行を継続したときに抹消され、次に必要になったとき再生成されます。で、まあ、この評価リストバッファーというのは、バッファー、デバッカーで、プログラムを追いかけるときに、まあ、その実行が進むにつれて、変数の値の変化を見るような場合に、まあ、この評価リストバッファーというのを使うと便利です。変数が変化していく様子が、様子を見ることができます。で、まあ、普通のデバッガーの場合は、例えば変数を指定すると変数の内容が表示されますが、eDebug の場合は変数の内容ではなく、式を評価した結果が表示されます。まあ、そういう意味で言うと、他のデバッカーの、まあ、いわゆるウォッチウィンドウとは、少し違った機能、さらに便利な機能になっているのではないかと思います。で、実際に今、このプログラムを eDebug で、実行中ですが、この実行中の状態で、この評価リストバッファーを表示します。で、実行中に表示したい式をここに書きます。で、まあ、さっき消してしまいましたが、例えば、ファイル名と、現在処理中のポイント、それから、そのファイルのサイズを表示すると、どのファイルの、どのあたりを処理しているかというのが、まあ、そういった情報を見ることができます。で、ファイル名はファイルで、現在実行中の、今どこを実行しているのかというのは、ポイント関数で、得ることができます。で、まあ、全体の、まあ、ファイルサイズですね。ファイルサイズは、ポイントマックスを呼び出すと得ることができる。で、これを実行すると、まあ、現在このファイルの、この位置を処理している。こういったファイルサイズのファイルの、この位置を処理しているという表示をすることができます。で、
まあこういうふうにコメント業で、区切って、次に、キーとカウントのペアを、表示します。でこの場合は、この文字が、見つかって、でこの文字列が見つかって、この文字列は、まだハッシュテーブルに登録されていないので、カウントは0というふうに表示されます。で、ここに、コメント行を入れます。で、この状態で、コントロール C、コントロール U とやると、この2つの式が、評価リストに登録されたことになります。で、まあこの、eDebug の方に、戻るためにはコントロール C、コントロール W とやると戻れますと、まあ、先ほどそのようにマニュアルに書いてあったと思います。で、これで実行を継続できます。で、まあ実行する様子をまあトレースで見ながら、この変数の変化する様子を、まあ、ウォッチすることができます。で、まあ、この2番目の式は、キーやカウントという変数が、スコープを外れるとエラーになります。で、またスコープの中に入ってくると、式が評価されて、その式の結果が表示されるされます。で、ここの1番目の式は、まあ、この現在処理中のポイントが、まあ、変化していきます。なのでこのファイルの中のどのあたりを処理しているかというのが、まあ、常にわかります。評価リストというのはこういう機能になります。で、次が、プリンティングイン eDebug というセクションになります。eDebug での印字ということになりますが、もしプログラムの中の式が感情リスト構造を含む値を生成したら、eDebug がそれを印字しようとしたときに、
エラーになることがあります。エラーになることがあり得ます。感情構造を処理する一つの方法は、印字の切り捨てをするプリントレングスやプリントレベルを設定することです。これは e デバッグの方でやってくれます。もし nil ならプリントレングスとプリントレベルを50にバインドします。実際は、eDebugPrintLengthと eDebugPrintLevel の値にします。OutputValiables を参照。感情構造や要素を共有している構造をよりはっきりと印字するのに、カストプリントちょっと読み方がわかりませんが、ここではカストプリントと読みます。パッケージを利用しても構いません。カストプリントをロードして eDebug 専用にカスタム印字をアクティブにするには単にコマンドメタ X eDebug インストールカスタムプリントを使います。標準の印字関数を復帰するには、メタ X eDebug uninstall custom print を使います。以下に感情構造を生成するコードの例を挙げます。で、この二つの式で、感情構造を生成することができると。で、この感情構造というのは、A という変数にこのリストが設定されます。で、このリストのカー、要するにこの X にさらにこのリストを設定する。そうするとどうなるかというと、この A という変数のカーが無限に、無限にこのリストを参照するということになります。カスタム印字はこれを、このように印字します。シャープ1イコールという表記は、それ以降に続く構造に1というラベルをつけて、
シャープ1シャープという表記は以前につけたラベルの構造を参照します。この表記はリストやベクターの共有要素を表すのに使います。他のプログラムもカスタムインジを利用可能です。詳しくは、castprint.el を見てください。このカストというのはカスタムのことになります。で、ここでは循環構造のことが、循環構造の、印字をどのようにするかということが、書かれていますが、このことは、eDebug に限ったことではないので、最近の Emacs を使っている人は、多分見慣れているんではないかと思います。まずこれを評価すると、A という変数がこのリストになります。で、さらにこれを実行すると、A というのはこういう内容になる。この結果はちょっと、マニュアルの表記とは、違っているようです。ただ考え方は同じだと思います。以上が、eDebug での印字というセクションになります。で、次が、トレースバッファーというセクションになりますが、これは次回やりたいと思います。eLISP.jp 振り返りの85回目はここまでにします。